この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、まずは立ち上がりです。これは繋がりません。ブルサリコスルーパス、フリーだ、シュート、先制。カリニッチ、今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。今日先制はこの早い時間でした。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。チャルハノール、最終ラインまでボールを下げる。ラキティッチ、モドリッチ、ミドル、シーモーグ残ってる、クリア。このピンチをなんとか出します。ミドル、さらにタップ、この短時間で追加点。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さらに1点を追加し2対0としています。ホーム側としては 2-0 リードは大きいですよ ね。 まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。カルドゥルム、スペースを狙う、トルコボール、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです、この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどもね、とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。一人で駆け上がるモドリッチ、素晴らしいフェイントから中央上がっていきます。トルコディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。さて北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。まあ、一般的に言われるのは人生では怖いところもありますからね。今ゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですよね。2対0とリードして後半へと向かいます。後半見ていきましょう。マンジュキッチ、マンジュキッチからレビッチ、スペースを狙った、
オムガはこのゲームで勝つと連勝の数をさらに伸ばします。素晴らしいですよね。調子いいですから今このところ点も取れてますし、チームが仕上がってきてると言えるんじゃないでしょうかね。ここでファールを取られます。注意に終わりました。メリフデビラル中央行けるか。柔らかいボール、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。中央からチャルハノール、いいプレッシャー。マンジュキッチ、ブラシッチ、ここでファールがありました。幸運にも注意に終わりました。モドリッチ、ラキティッチ、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ホーム側としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守って、シュート、いやーキーパー素晴らしいですね。いい仕事しましたよね。残る一つの交代枠をどのように使ってくるのでしょうか。チャルハノール、縦へのボール、ブラクユルマズ、ウッツ、テリリッチ、いやいい反応でしたね北澤さん。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ラキティッチ、ブロゾビッチ、この試合アシストを記録しています。バーデリからレビッチ、レビッチからバーデリー、抜けるか。ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションも欲しかったですよね。カルドゥルム、チャルハノール、レビッチ、モドリッチ、メリフデビラル、アイハム、チャルハノール、レビッチ、裏を狙っていきます。アイハム、カスタキティッチ、カルドゥルムと果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛、